関信五関信五五月大正四年九月十三日は日本のジャーナリスト内務官僚政治家福井県知事号は木原び、または清高同人父は岡山藩の藩主関正蔵明治七年小松原栄太郎坪田茂千賀月太郎らと共に上京し慶応義塾に学ぶ 慶応義塾に在学中から新聞に投書して言論の自由を唱えていた。評論新聞、大阪日報などで言論の自由を唱え、民権の慎重に努めた。しかし自由党の結成にあたっては、これと一線を画し、明治13年に政府に入って言論飲書機関となった。明治15年、大上官に転じて、総管記の官報の編集にあたった。 明治21年、内務省に移り、大分県書記官、新潟県書記官を歴任した。日清戦争の際には、大本営の置かれた広島県の書記官として、対応に尽力した。明治30年、福井県知事に就任。明治32年に退官後は、大阪朝日新聞社に入り、明治十八年に、山陽新報社の社長に就任した。その他、 岡山県教育会長、岡山市会議員を務めた。ありがとうございます。